はい、どうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました、ヤーディグですね。さあやってまいりました。今回はNCT イリチルさんたちと XG ちゃんたちがコラボレーションということで、この世界来たんですね。ということで見ていきましょう。シュラックバッタン、アファイということで、今回は NCT イリチルさんたちのですね、ファクトチェックでございますけれども、あちらのダンスを踊るジュリンちゃんとハービーちゃんということで、で、いや、テヨンくんとジョンくんですね。マジかと。で、とりわけ、テヨンくんとジュリンちゃん。このお二人が、こう、いらっしゃるという、リーダーのお二人が、こう、いるっていう、この世界線あるんだなっていうのは、ちょっと、衝撃ですよね。はい。ということで、リアクションをしていきたいなというところでございます。リアクションが終わった後に、ダンスについての話もしっかりとしていきますので、よろしくお願いいたします。見終わった後は、ちょっと速度を落としながら、音を出してお話ししていきますので、お願いします。行ってみましょう。レッツラッグッズ。わーおー、いかつっ、チェックだー、わーおー、やばー、ちょっと待って、今ジュリンちゃんめっちゃ見たので、次ちょっとハービーちゃんを見ていきたいと思います。ほー、いやあ、空間の見せ方すごっ、えぐー終わりましたということで、22秒でございます。22秒のこの世界を今見てというところでございますけれども、なんか画面の中に共存するんですね、やっぱり。本当にその世界あるんですね。ちょっと見ていきましょうか。まあ、とりわけ、まあ、ジュリンちゃん、ハービーちゃん、まあ、XG ちゃんたちのいわゆるゴリゴリのダンス、ボーイズグループさんたちの踊り方になるわけじゃないですか。っていうところのやっぱりそのスキルが見え隠れというか、いや隠れてはいないですね、もうね。あとやっぱお衣装の雰囲気がまたちょっと合ってるのかもしれない、ファクトチェックに。あーの部分からのこのダウンな感じと、お二人の背中のこの丸み感みたいな部分が、その何でしょう、ボーイズグループさんならではの丸み感みたいなところもあって、なんでかっこよく見えるのかという、多分こういうところだと思います。あとはハービーちゃんとかちょっとズボンをこう掴んでいたりとか、このあたりジュリンちゃんもズボン掴んでたりとか、自然にそういう部分の右手に、ここは多分注目がいくポイントなんですが、ここですね、ここなんですが、大事なのは意外とこの体のかがめ方っていうところがあって、見せ方がいかついんですよね。しっかりいかついっていう、なんでかっていうと、やっぱこの左手の質感ニュアンスがあるからっていうのは大きいかなっていうふうに思いました。からのターンしてからのこの前に出てくるところの質感が一気にターンとともに世界を変えていくというか、ぐるって回った後のここら辺、ハービーちゃんとかめちゃめちゃやばいよ。ちょっとスピード感がぐーって重たくなって落ちていくところとかで、ジュリンちゃんに関しては頭がちょっとぐにゃって風にこう曲がっていく瞬間、ぬた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 っていう風にここで、にゅーって動いていくところに質感が出てますよね。ハービーちゃんは全身でぐーっていう風にこの手を上げていくところの重たさで見せていくっていうのが、目立つ部分で、ジュリンちゃんの場合は首元のこのぐにゃ、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 ぐにゃっていうところで、チェックターを取っていくっていうところかなっていう風に思いますね。で、このあたりの足元の踏み感とかは、そこまでの質感を一旦こう解き放ってというか、ほぐした状態で軽く乗っていく部分、もう純粋にその足の踏み感とチェッタチェッタっていうこの掛け声感っていうのが出てきますよね。うわー、このステップ感ですよね。ちょっと難しいステップになりますけれども、難なくですね。さすがですね、このあたりのステップ感は。右足で開き、右足、左足を、ですね、右足をこう開いていくと同時に左足をクッっていう風に内側に入れていくっていうところなので、開きながら内、
うちうちっていう感じです。こういう使い方、クラブステップの雰囲気を用いながら、右足にこう体重をかけていき、左足をスッスッスっていう風に後ろに引いていくっていうステップ感になってまして、まあダンスの中でのちょっと細かくて技術が必要な足元の動きになるんですが、難なくですね。でここハービーちゃんとかも歌いながらで、手元もしっかりこうキープした状態で、このあたりのこの姿勢というかにもう何でしょう、慣れ感がありますよね。このステップやったことがあるので、上半身ちょっと自由につけていけてるっていうニュアンスかなっていう風に思います。でこのあたりドンカタカタ、ちょっとこう、ステップ感がハウスステップじゃないですけれども、この前に出して足元をその場でチョンって踏んでいく、 1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4 っていう、まあ基本的なベーシックなステップになるんですけども、このあたりの乗せ感ターン、これですね。足元で出すのもそうなんですけど、腰で出していくんですよね、このあたりっていうのは。足のステップ感に対して腰でグッっていう風に奥にギュッて乗せられるかどうかっていうのが、そのステップをどれぐらいこう深く理解しているかっていうところにも実はつながってくるところでございまして、ポイントはこの腰の入り感、体のツイストですね、下半身の。もうここら辺で見る人が見たら、あ、上手い人のステップだなっていう風になりますね。でラストのこのステップ感というか、乗り感、乗せ感、頭いって肩いって下いって上がる、一個一個下がってからのアップっていうところのこの流れも抜群ですよね。膝もしっかり高く上がっていてっていうところでチェックだ、最後はこう4名様が横に並んでいくっていうところの、この並びが間近ですね。ちょっとね、すごいな、すごいな。やっぱめちゃくちゃうまいからこそ、 XG ちゃんたち多分なんだろう、コラボ、全部コラボできる、まあもちろん全部皆さんコラボできるんですけど、全部めちゃめちゃかっこよく踊れるというか、ボーイズグループさんのダンスが来たらボーイズグループさんっぽさを出しながらちゃんと踊れるし、ガールズグループさんとコラボするときはそのガールズグループさんの色にちゃんとこう合わせて踊れるしっていう、振り幅が本当に多分広いんだなっていうのは感じますよね、こういうところを見ててね。もう一回ちょっと見ていきましょうか。ちゃっちゃっちゃっちゃ、足の高さもですよね。肘の張り方とか肩の張り方とか、外にこう張っていく、ちょっと角張ったスタイルっていうところがしっかりとこのあたりでも見えてくるかなというふうに思います。ズボンのつかみ感からの乗せ感ですね。フィーリングを変えていくところ、乗り感楽しく、チェッター。このあたりの表情が素晴らしいところ、ジャンプしてステップステップ、ちゃんとここ腰入れながらの足元のステップ入れて、顔の位置キープした状態で一個一個乗せていきながら、パーツごとの動かし感ですよね。に、ここのリズムが入りながらの頭、肩、下からの上っていうところをしっかりこう空間に対してのアプローチもできてからのチェッターチェッター笑顔。素晴らしいコラボレーションだなというふうに思うところでございます。一個一個のスキルっていうのがちゃんと前に出てきてるコラボレーションにもなってるので、どうだろう、テヨンくん、ジョンくんも驚きっていうかな、まあ多分 XG さんたちのパフォーマンスを見てらっしゃると思うので、ですしね、あの XG っていうふうにこうテヨンくんが言ってくれたところもありますけれども、間違いなく業界の中では XG さんたちの何でしょう、そのダンスのクオリティだったりとか絶対目に留まってると思うんですよね。音楽もそうなんですけど、やっぱダンスの部分だったりとかで、うわ、こういう踊り方する方たちなんだみたいな、見る人が見たら絶対にもう分かるっていうポイントで、でまあその同業の方たちだからこそ余計に見えてくる部分もあると思うんですよね。表情のつけ方もそうですし、歌いながらそのダンスをどういう風にやっていくのかっていうところのレベルの高さだったりとかっていう、そのダンス&ボーカルをやってる方たちが、なんかこう共有しているものみたいなのが絶対にあると思ってまして、なのでとりわけ多分テヨンくんとか、感度が高い方じゃないですか。アンテナもすごい高いですし、音楽 IQ のすごい高い方だからこそ、 XG さんたちのそのやってることのクオリティの高さみたいなものには間違いなく、しかもかなりいち早く気づいてらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思う方でもございますので、一つね、こうしてこう接点といいますか、こう
2つのグループが交わったっていうところの化学反応ですよね、を楽しみにしていきたいなというふうに思ってるところでございます。ジョー君も見てください、嬉しそうなこのイエイっていう感じがね出てますというところで、ぜひぜひお写真をね撮っていただいて、また次の音楽番組とかでもコラボしていただけたらなっていうふうに思うところでございます。リーダー同士のねなんかこうご挨拶とかもねあったら熱いなっていうふうに思ってるところでございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ということで皆様の感想もコメント欄からいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。今から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、つい。